名古屋伝統株式会社は明治から大正にかけて存在した日本の電力会社である。愛知県名古屋市に本社を置き、中京地方で事業を展開した。戦前期の大手電力会社のうち東方電力の前身及び大道電力の母体にあたる。1889年に日本で5番目の電気事業者として開業。当初は小規模な発電所によって、 市内へ配電するだけであったが、明治末期以降長良川や木曽川に大型発電所を建設して大規模化した。1920年代より周辺事業者の合併を活発化し、1921年に奈良県の関西水力電機と合併して関西電機となり、翌年九州電灯鉄道と合併して中京、関西、九州にまたがる。 電力会社東方電力へと発展した。東方電力となる前の1918年、名古屋電灯は水力開発部門を独立させ、基礎電気製鉄を設立した。同社は1921年に大道電力へと発展する。また特殊工メーカーの大道特殊工も名古屋電灯から派生した会社を前身とする。名古屋電灯の広告名古屋電灯は対象から 昭和戦前期にかけての電力業界大手、五大電力の一つ、東方電力の前身である。この東方電力は、名古屋市を中心に供給区域を広げた名古屋電灯と、福岡市を中心とする北部九州を主たる、供給区域とする、九州電灯鉄道が合併し成立した。ただしその成立過程はやや複雑で、奈良市の関西水力電気がまず1921年に、 名古屋電灯を九州合併して名古屋へ移転の上関西電気と解消しこの関西電気が翌年に九州電灯鉄道を合併して東方電力に解消するという過程をたどっているしたがっていずれの合併でも存続会社となった関西水力電機が東方電力の法律上の前身会社という扱いになるが名古屋電灯の方が歴史が長く加えて 規模も大きかったので、東方電力自身は、発祥を名古屋電灯が設立された1887年と定義していた。この名古屋電灯は、元は旧終わ藩の氏族による会社で、1887年設立の後1889年に開業した。当時すでに東京と関西の三都市には電気事業が開業しており、 名古屋伝統はこれに続く日本で5番目、北陸地方を含む中部地方では最初の電気事業者となった。開業当初は小規模な火力発電所によって発電所周辺に配電するという程度の事業規模であったが徐々に拡大し、特に明治末期に長良川と木曽川に2つの大型水力発電所を完成させてからは大型化した。その過程で、後に 電力王と呼ばれる実業家、福沢桃介が株式を買収して進出し、1914年には社長に就任。以後関西電機となるまでの7年間、福沢による積極経営が続いた。福沢時代の名古屋電灯では、社内に製工部、製鉄部、臨時建設部という3つの部門が設置された。うち、製工部は特殊鋼の生産を目指すもので、 1916年の工場創業を機に電気製工所として分社化された。製鉄部は製鉄事業の事業化を目指した部門、臨時建設部は基礎側、矢作側の水力開発に当たった部門で合わせて1918年に基礎電気製鉄として分社化された。基礎電気製鉄の設立により電源開発は同社が担い、名古屋伝統は同社より 電力の卸売を受けて、配電事業に専念する体制となった。以後名古屋電灯は、周辺事業者の合併を活発化させ1921年までに6社を合併し、岐阜県や静岡県にも供給区域を広げた。事業統合の過程で1921年10月、名古屋電灯は、奈良市の関西水力電機と合併し、関西電機となった。 上記の通り存続会社は関西水力電気側で手続き上名古屋電灯は解散したが本社や経営陣は名古屋電灯時代のままで実質的には名古屋電灯による関西水力電気の合併である。しかし同年12月には福沢桃介が社長を退陣し松永安左衛門ら九州電灯鉄道の経営陣と交代した。 翌1922年6月になり、関西電気と九州電灯鉄道は合併して、東方電力へと解消、中京、関西、九州の3地域にまたがる、大電力会社へと発展する。一方、基礎電気製鉄は、関西への送電を施行し、大道電力となった。大道電力は、東方電力への電力供給を継続したが、関西地方への供給を主体とする。 卸売会社として、以後発展していった。名古屋電灯の供給区域や発電所は、東方電力以降の再編を経て、基本的に、中部電力へと引き継がれたが、基礎側の発電所のみ、関西電力が継承している。名古屋電灯所大社長、三浦恵美名古屋電灯設立に助力した愛知県、知事、勝又実名古屋電灯は、 死族受産の取り組みから生まれた電力会社で、はじめは旧終わり藩の死族による会社であった。死族受産の活動により設立された電力会社は、この名古屋伝統が唯一である。明治維新により、火力を失い困窮した死族たちに対し、明治政府は、その救済と、 食産工業を目的として1879年から1890年まで、私族受産事業のための官業資金を貸し下げていた。名古屋伝統設立に生かされたのは、正式には、官業資本金と称するもので、1884年から1886年にかけて、愛知県に対する合計10万5149円の貸し下げが決定された。 官業資本金の対応が決定すると、士族たちはこれをもとに、いかなる事業を起こすべきか議論を始めた。総演を開き養産業を起業する、防石業に進出する、などの案が出て、中でも防石業は、官業資本金を開業したばかりの名古屋防石へ、投資して、事業拡張の原資とすれば効果が大きいとして一時有力な意見であったという。その一方、愛知県知事、 勝又実ノルから事業家に関する県の担当者に任命されていた県衛生課長、庭聖五郎は同じく藩士の出で、工部将棋士の宇都宮三郎から助言を得て、伝統事業の企業を氏族たちに提案した。庭は、父市の三重県庁において1886年11月3日に白熱灯とアーク灯の伝統実演が行われた際、 実演作業に従事していた東京伝統の技士とを入れ、帝国大学工科大学に在籍する、庭正道に、名古屋でも実演する、よう依頼する。両名は、四日市での実演を経て、名古屋入りし、11月26日から12月2日に、かけて、名古屋市役所にて白熱灯40党、悪党1灯を、点灯した。実演を経て、士族たちや県知事の意見は、 伝統事業企業で一致を見た。官業資本金は県全体でその他14の事業にも貸し下げられたため、実際に伝統事業企業への割当てとして決定されたのは全体の7割7万5千円である。伝統事業企業の決定に伴い、合計6560人の士族を代表し99人の総代が官業資金に基づく新会社の設立一切を県に、 委託する旨を出願した。このことから企業は県の主導で進められることとなった。その過程で、勝又知事は実業に不慣れな士族たちだけでは、経営に不安が残る点、官業資本金7万5千円だけでは、資金不足な点を考慮し、士族と承人グループの共同経営とする方針を採用した。知事の呼びかけに応じて、 計画に参入した商人は、奥田雅香、滝兵衛門、滝貞助、森本全七ら合計11名。1887年9月20日に定管が定められ、翌21日には、上記11名を発起人として、名古屋伝統会社設立願いが、愛知県に対し出願された。あらかじめ調整が済んでいたため認可手続きは迅速で、翌22日付で、 設立認可が降りている。伝統事業の認可は、東京伝統に次ぐ、国内二例目であった。名古屋伝統は、名古屋市天馬町6丁目の旅館、四季野野屋に仮事務所を置き、開業に向けた準備に着手した。まず1887年10月、庭生五郎と、工科大学を出たばかりの制度をアメリカドイツへ派遣し、設備購入を契約した。 ところが1888年8月、企業に参加していた商人11名が、終わり傍石への出資などの事情で発起人から脱退してしまった。商人らの出資と、官業資本金を合わせ資本金を20万円に設定していたが、彼らの離脱で、官業資本金7万5千円と私族のみでの経営にて再出発することになった。同年9月18日、事務所を オースの阿弥陀寺に移転するとともに役員を選出し、士族の中から社長に、三浦恵み取締役に、若松ジ九郎をそれぞれ選任した。社長となった三浦は、旧藩士の一人で、また六運動を主導していた人物である。発起人の脱退に加え、開業までの間に、官業資本金返納問題も発生した。1889年7月の、 政府方針変更を契機とするもので、一定額を返納すれば、開催扱いとなるという寛大な措置であったが、資金的な余裕がない会社側は困惑した。そこで、県は、閉鎖された、資族集参所に貸し付けていた、環境資本金1万円を、名古屋伝統へと転開するという方法を考案し、会社には、計8万5千円の環境資本金から9447円を、 返納させて、会社側の資金負担なく、問題を解決した。また、集参所の生産残余金や集参所に対する、藩主終わり徳川家、過労なる世家からの寄付金が、名古屋伝統に回ったため、名古屋伝統の資本金は78,800円となった。78,800円の資本金に対し一株の額面価格は50円に設定されたため、 発行株数は1576株であった。これに対し株主は9割半氏族はほとんど網羅する9000名帳であった。株式をかつての6高に応じて分配するも、1株分に達することはなく1人1株の保有にならないため、氏族たちにはまず持ち分を明らかにする、奮闘証明なるものが交付された。その後、持ち分を株主間で調整させ、 持ち分の合計が一株分となった場合に、奮闘証明と引き換えに株式を交付するという手続きが進められ、時間を要したが1893年末までに全株式の発行手続きが完了した。第一発電所跡地に立つ電気文化会館名古屋電灯では、本社発電所の用地として名古屋市南長島町。 入江町にまたがる360坪ほどの土地を2300円で購入し、まず本社を1888年11月同地に設置。発電所にはアメリカから輸入のボイラー、蒸気機関とドイツから輸入の発電機を据え付け、伝統中央局と命名した。なお発電機据え付け工事は、当時国内各地で工事を受け負っていた東京電灯が担当している。 工事中の1889年5月には、本町など市内41町に配電線を仮設する許可を県から取得した。1889年11月3日、発電所が竣工した。しかし電球が輸送船の海没で到着しておらず、第2便を待ったため、開業は1ヶ月遅れて12月15日となった。名古屋電灯の開業は、 東京電灯が1887年11月に東京で日本初の電気供給事業を開始してから2年後のことで神戸電灯、大阪電灯、京都電灯に続く5番目の供給事業となった。ただし工事中の同年4月に市内まさき町の終わり防石で自家用発電所が完成し、7月から電灯の明かりの下で夜間創業が始められており、 名古屋では名古屋伝統開業で初めて伝統が実用化されたわけではない。翌1890年1月10日、名古屋伝統は市内南区穴町の千歳座において開業式を挙行した。愛媛県知事就任で名古屋を離れる直前の勝又前知事や黒川通大第三、四段町ら各界の有力者700名余りを集めた盛大なもので、 会場には200棟の電灯が灯されていたという。開業当初の名古屋電灯は電灯の供給のみを行い、その点灯数は400棟余りであった。開業から1890年6月までの第1回決算では3365円の純利益を上げ、1株につき1円25銭すなわち年率5%の配当を行っている。 以後会社では伝統を積極的に宣伝するなど、需要の開拓に努め、供給等数を伸ばしていく。他方で、開業初期には、伝統事業未開業地域における出張転換もしたる事業であり、一例として1892年には、クアナ、四日市や金沢に小型発電機を持ち込んで伝統を取り付けている。1890年7月14日、商法試行に備えて、 名古屋伝統株式会社に改消経営面では、翌1891年1月に役員改選を行い、三浦恵美民を専務取締役に選任した。1891年10月28日、農美地震が発生し、名古屋でも多大な被害が出た。名古屋伝統でも発電所建物が損傷する被害を受け2ヶ月乾燥電を停止したが、 震災がきっかけで火災の心配がないという伝統の利点が周知されたことで再開後の需要増加につながった。さらに翌年春に名古屋で相次いだ大火も石油ランプやろうそくが失火の原因と言われたために伝統の普及を後押しした。こうした需要拡大に対処するため名古屋伝統では1893年に初めての発電所の拡張を実施。 さらに翌年には16万円への倍額増資を伴う発電所の第二次拡張を行っている。名古屋市にて名古屋伝統以外の伝統会社を設立しようとする動きは名古屋伝統開業前からすでに存在した。先に触れた奥田正香や吉田六財によって計画されていたもので、1889年6月から7月にかけて新聞報道に現れたものの、 立ち消えとなっていた。しかし結局、名古屋伝統は開業も数年で、愛知伝統という競合会社の出現を許したので、あった。愛知伝統設立の動機は、名古屋伝統の出実に過ぎた、経営手法、いわゆる、士族の商法への反感であったという。名古屋伝統の経営に関するトラブルの一例として、大須にあった遊郭、朝日グルはへの供給問題が挙げられる。 この朝日グルワは1892年3月に発生したオス大火に巻き込まれたため営業主一同は大火の反省から石油ランプの全廃と電灯の使用を取り決め名古屋電灯に対し特別割引料金によって供給を受けたいと申し込んだしかし名古屋電灯は料金割引を拒否したのであった名古屋電灯に不満を持つ朝日グルワの営業主たちを急合し 朝日ぐをしたる営業区域として設立されたのが愛知伝統であった。愛知県会議長小塚一夫を中心に発起されたもので、1894年1月電気事業の許可を取得、3月発足した。資本金は15万円。開業は同年11月20日で朝日ぐや発電所との間の沿道地域を供給先とした。 この愛知伝統の出現に伴い、名古屋伝統では、翌1895年1月より、伝統料金を2割近く値下げるという対抗措置を取ったため、名古屋伝統側にも、さらなる需要増加をもたらした。とはいえ日清戦争によって、燃料石炭費が上昇している時期であったので、経営面では不利に働いた。こうした名古屋伝統、愛知伝統の競合について、経営、 技術両面での危険性を指摘する声は多く、1895年11月より、日本電気協会が両社の合併に向けて動き始めた。名古屋伝統社内の意見が一致せず合併交渉は長引いたが、翌1896年1月になってまとまり、名古屋伝統による愛知伝統の九州合併が決定した。両社は3月に合併契約を締結。その合併条件は、 対等合併で、存続会社の名古屋伝統の資本金16万円に、解散する愛知伝統の資本金15万円を加え、さらに両社の株主に割り当て19万円を増資して、新資本金を50万円とする、というものであった。合併は4月2日の株主総会にて承認され、合併が成立を見た。増資によってた資金は、第三発電所の建設に充てられた。 同発電所は1901年7月に完成。この時期より従来の電灯供給に加え電動機利用のための電力供給も始まった。また発電所拡張のため1904年1月にも倍額増資が決定されている。愛知電灯に続く競合会社として出現したのが東海電気株式会社である。同社は岡崎電灯の経営者が中心となって、 三河電力の名で1901年3月に設立。名古屋進出に伴って1905年10月に東海電機へ解消し、翌1906年3月からは本社を名古屋市内に置いていた。この東海電機は矢作川支流の田代川に出力2 0 0ットのお原発電所を建設し、はじめ瀬戸町への供給を行っていた。ついで、 名古屋市の東に位置する千草町への供給を1903年12月に開始し、翌1904年1月より名古屋市内での供給に乗り出した。名古屋進出にあたっての東海電気の武器は、水力発電による低料金であり、大口需要家である第三師団市内中東部隊の一部を名古屋電灯から奪うなど勢力を伸ばした。このため、 名古屋伝統でも対抗して、東海電気進出地域の料金を引き下げたものの、両者の競合する地域とそうでない地域では道を、隔てるだけで料金が異なるという、いびつな状況が生まれた。また日露戦争に伴う、灯油価格の上昇と、伝統料金の引き下げに伴って、石油ランプから伝統への転換が進んだため、名古屋伝統は、 新規申し込みの受付を一時中断するほどの深刻な供給力不足に陥った。こうした名古屋電灯の供給力不足も東海電機の進出を招く要因であった。名古屋市内での需要化争奪戦は、配電線仮設などで技術的な危険を生じさせ、経営的にも両者を圧迫したことから、愛知電灯の場合と同様両者の間には、 次第に合併の機運が醸成された。名古屋電灯よりも先に、工術の名古屋電力が合併に動くが、名古屋電灯は、より有利な条件を示して1906年12月に、東海電機と合併契約を締結した。その合併条件は、存続会社の名古屋電灯の資本金100万円に、東海電機の資本金25万円を加え、 新資本金を125万円とし、東海電気株主には、新株とともに、別途15万円を交付するというものであった。翌1907年3月25日の株主総会にて、合併決議の後、同年6月1日に合併が成立した。合併に伴い、名古屋伝統は、小原発電所を引き継ぐとともに、 工事中の共栄川発電所も継承し1908年2月に完成させた。野口下が宇東海電気と合併するまで電源を火力発電に依存していた名古屋電灯は日露戦争後になって水力発電への進出を計画し基礎川水系について調査の準備に着手した。しかしこの動きを察知したシーメンス・シュッケルトの関係者から1906年2月に 長良川発電所の計画が持ち込まれると、長良川開発の方を優先することとなった。長良川開発は先に、旧岩村藩士の小林茂正が構想したもので、岐阜県麦郡津原村立花にて、出力3 0 0 0ットの発電所建設が計画されていた。小林の計画は、推理権を得て1898年に、 岐阜水力電気株式会社の事業許可を得るところまで進んだが、そこから先は実現せず、1904年に事業許可が失効した。こうした中、小林の事業計画に参画していたシーメンス、出ルと日本法人元社員の野口下がうが、名古屋電灯に対し計画を引き継ぐよう勧誘したので、ある。1907年5月、名古屋電灯は、 株主総会にて長良川発電所建設の承認を得た。発電所工事中、市内鶴舞公園において愛知県主催による第10回関西府県連合共振会の開催が決定。これに伴い名古屋伝統では共振会会場内外のイルミネーション店舗をすべて受け負うことになった。長良川発電所の完成が 共振会成功の前提となったため県は発電所を共振会開催までに完成させるように要請し、県知事や名古屋市長が工事の進捗状況を視察するなど圧力をかけたという。名古屋伝統側も社運を落として工事を急ぎ、共振会開催前の2日前に工事をすべて終了。開催前日の1910年3月15日に、 長良川発電所からの送電を開始した。発電所出力は4 2 0 0ットである。こうして長良川発電所は完成したが、工事中の資金調達は必ずしも順調ではなかった。1907年3月に一挙に400万円を増資して、資本金を525万円とする決議をしていたが、これの払い込み金徴収が、 日露戦争後の不況により難航したのが原因である。翌1908年7月には保険会社からの50万円借り入れを株主総会で決定し、その後も発電所建設の進捗に合わせて借り入れを繰り返した。こうした借り入れ金急増に伴う利子負担増加の結果、支出が拡大して、 配当率が1906年上期の年率14%から1908年上期には年率12%へと低下し、連動して株価も下落した。業績低下を受けて株主の不満が高まり、革新会と称する一部株主から経営人の責任を追求する動きが生じた。金松博しながら側発電所の建設が進む頃、基礎側では、 八尾発電所の建設工事が進んでいた。ただし事業者は名古屋電灯ではなく新たに設立された名古屋電力株式会社という電力会社であった。岐阜県鴨茂郡八尾町での発電所建設計画の歴史は1896年まで遡るが実際に具体化するのは岐阜県選出の衆議院議員金松博氏が1903年に参画してからである。 金松は、地元の意見をまとめるとともに、東京の岩田作兵衛らを計画に引き入れ、さらに、名古屋諸業会議所回答になっていた、奥田まさかの賛同も取り付けた。名古屋からは、奥田の他に、日本車両製造の加藤の富之助、三重宝石の斎藤幸造、名古屋電気鉄道の白石半助などが、発起人に加わっている。名古屋伝統代表の三浦恵美も、金松、 奥田に招かれたためこの事業に加わって供給力を増強しようと考えたが、社内の意見が一致せず断念した。1906年10月、奥田、金松らを発起人として、名古屋電力が資本金500万円で設立される。社長に奥田がつき、事業の万全を期するために、渋沢栄一、馬越京平、天宮慶次郎という大物実業家の3人が、 相談役に嘱託された。こうして企業にこぎつけた名古屋電力であったが、会社設立後の不況で資金難となり、発電所の着工を1908年1月に遅らせざるを得なかった。したがって、東海電機に続いて名古屋電灯の競合会社となったのは、現実には名古屋電力ではなく奥田正香が関わるもう一つの事業名古屋ガスであった。同社は、 名古屋電力に続いて1906年11月に設立、翌1907年10月には都市ガスの供給を開始した。当時のガスの用途は水事などの熱用ではなく投下用、すなわちガス等が中心であり、またガスエンジンの利用もあって、照明、動力の供給という意味では電力会社と競合する関係にあった。開業後の名古屋ガスは供給を急速に拡大し、 開業3年目の1910年には、名古屋電灯の電灯数7万6000に対し、名古屋ガスの投下用高校数は、その3分の1に当たる2万6000口に達した。その後名古屋ガスは1914年まで、名古屋電灯の電灯数の伸びを上回るペースで、投下用の需要を伸ばしている。電灯とガス等の競合は、当時普及していた。 白熱電球である炭素線電球に比してガス灯が価格、明るさ両面で有利であったことから生じたが、大正初期にタングステン電球が普及すると電灯が優位に立ち、さらに第一次世界大戦で石炭価格が高騰してガス料金が引き上げられるとガス灯は競争力を失って衰退していった。福沢桃介明治末期の名古屋電灯では、 業績の低下に不満を持つ株主によって、革新会と称する派閥が形成され、反対に経営陣を支持する株主によって、同盟会と称する派閥が組織されて、社内の主導権争いが発生していた。この動きに関連して、1908年8月、長良川発電所建設に向けた借入金50万円を株主総会が承認したことについて、 その決議の無効を求める訴訟が株主の一人から起こされた。1909年10月の大審院でようやく名古屋伝統が勝訴するも、訴訟中に従業員による社費横領事件が発覚し、不満をさらに高めた株主らは1908年10月に業務状況などを調査させるよう名古屋地方裁判所に訴えた。訴えは認められ、三井銀行名古屋支店長、 野台差を弁護士、大北虎之助らが検査役に選ばれて、同年12月より3ヶ月にわたって、帳簿などの精査したが、経営陣による不正はないと結論付けられた。こうした混乱の最中、名古屋伝統では、東京の実業家、福沢もモスケによる大規模な株式買収が進んでいた。日露戦争後の株式相場で財を成した福沢は、 その後各方面に投資を広げており、1907年には名古屋で石炭商を営む友人、下出民吉に名古屋伝統への投資を勧められていた。この時は下出の誘いを受けなかったものの、慶応義塾の先輩、屋台沢に検査役となった際の検査書類を見せられ経営しないかと誘われると、福沢は名古屋伝統への投資を決定する。 そして1909年2月に名古屋へと赴き、下出やたとあって株の買収や支払い方法を打ち合わせた。同年3月から福沢は名古屋伝統の株主名簿に登場、以後買収を進め6月末までに5000株余りを持つ株主となり、翌1910年6月末には1万株を持つ筆頭株主に躍り出た。下出によれば、 買収資金の出所は三菱銀行であったという。福沢の進出に対し名古屋伝統側では、まず1909年7月、八田の勧めに応じて福沢を顧問とし、ついで10月には新設の相談役につけた。翌1910年1月の定時株主総会で、福沢は取締役に選出され、5月には常務取締役となった。この 福沢の進出は既存経営陣に批判的な革新会側から歓迎された。名古屋伝統の経営陣に加わった福沢であったが、株式を買収した段階では、競合会社の名古屋電力が存在することを知らなかったという。当時、新興の名古屋電力と既存の名古屋電統を、 比較すると、名古屋電力八百つ発電所の発電力は、名古屋電灯長良川発電所の約2倍、払い込み資本金も名古屋電力425万、名古屋電灯265万円と2倍近い差があり、名古屋電力が開業し、名古屋方面への送電を始めると、名古屋電灯の著しい脅威となると見られた。そこで、名古屋電灯に進出した福沢は脅威を取り除くべく、 すぐさま、名古屋電力の合併に動き出す。名古屋電力側も資金難に陥っていたため会社間の合併合意には時間がかからなかったが、反対に名古屋電島の株主中の反対論を抑えるのは難航した。反対派の中心となったのは、四族や旧愛知電島の株主で合併による配当率低下を危惧していた。このため、 解散する名古屋電力の資本金500万円に対し、名古屋電灯側の増資を250万円に止めて、名古屋電力株主への新株交付を持ち株2株につき1株とし、これによって生ずる、佐基金から将来の配当に充てる配当補充金を積み立てるという合併条件をまとめた。1910年8月26日の臨時株主総会にて、 名古屋電力の合併は可決されたが、これに続く役員増員に絡み総会は紛糾した。合併に伴う取締役3名、監査役の2名の増員が総会の議題となったが、この賛否をめぐり、福沢の進出を歓迎する革新会改め、伝統会と福沢系の経営陣を不安視する同盟会改め、愛電会の両陣営に株主が分裂し、 収集がつかなくなったのである。対立は、総会の一週間前からあり、屋台沢尾名古屋市長、加藤茂三郎らが圧線に乗り出していたが、当日深夜になっても株主の意見が一致することは、なかった。合併については、同年10月28日に成立。その後取締役2名、監査役1名増員という案で妥協がり、11月の臨時株主総会で可決。 金松弘志ら、旧名古屋電力の役員が信任された。この総会の一週間後、福沢は、常務職を金松に譲って辞任し、一旦、名古屋電灯の経営から退いた。加藤修義三郎下で富吉名古屋電力の、合併により青津発電所の建設工事を引き継いだが、着工当初から、難工事が続いていた上、名古屋電灯移行後も、 トラブル続きで送電を開始したのは1911年12月のことであった。工事中の1911年4月、825万円の増資を議決して、資本金を1600万円とし、さらに社業の拡大に伴って、常務の上に社長を置くこととして、同年7月名古屋市長の加藤重三郎を迎えた。出力 4200kW の長良川発電所に、 出力7 5 0 0ットの八王津発電所が加わった名古屋電灯では大口需要の開拓に努め、主として電力供給を拡大した。しかし両発電所の建設費負担は重く、財務状態はかえって悪化し、配当補充金を取り崩して配当を維持するものの1912年には配当率を年率12%から9%に引き下げざるを得なくなった。 こうした業績の悪化は、株主の経営陣に対する批判を強め、豊橋電機の再建や九州での電気事業で、好成績を上げていた、福沢桃介の再登板を期待する声を大きくした。批判の高まりを受けて、常務の三浦恵民、金松博士は1912年6月に辞任。ついで大正改元を機に経営を一新すべきという、声に押されて、 同年12月取締役10名と監査役6名全員が一斉に辞任し、直後の株主総会で総会選することになった。この役員総会選に最初の氏名は福沢に一任された。加藤重三郎や金松博氏らが再任されたほか、この時、下出民吉も取締役に加わっている。翌1913年1月、福沢は常務に復帰した。 こうして、経営を握った福沢は、九州伝統鉄道支配人の角田正隆を引き抜き、名古屋伝統支配人に任命し、営業活動や、集金方法の改善など、経営改革に取り組んだ。こうした中の1913年秋、社長の加藤重三郎、取締役の金松宏氏らが、大須遊郭移転に絡む、地獄事件で起訴された。 加藤らは12月の第一審で有罪となった後、翌1914年の第二審で結局無罪となったが、その間、名古屋伝統では社務を取れなくなった加藤に代わって1913年9月に福沢を社長代理に指名した。その後加藤が社長を辞任したため、1914年12月、福沢が公認社長となった。福沢の承認とともに、下でも、 常務代理から常務となっている。福沢は、社長就任後も、本拠地を東京に置いたため、以後、福沢が、人事、金融を担当し、下手が日常業務のほとんどを代行するという、経営体制となった。名古屋電灯が着工、基礎電気製鉄が完成させた、静波発電所福沢がまだ社長代理だった1914年初頭、社内に、 臨時建設部が設置された。名古屋伝統は、当時すでに、基礎側の八尾津発電所より、上流側に2地点の水利権を確保しており、別の地点での水利権出願や、既得水力地点の開発に向けた、実施計画に関する調査などを手掛けるための部署であった。臨時建設部が発足した1914年には、第一次世界大戦が勃発した。その後日本に、 対戦景気が訪れると、電力需要は急増し、長良川、八尾津両発電所の完成以来余剰電力の対策に苦心していた名古屋電灯でも反対に、供給力の確保に追われることとなった。まず1915年9月、後期の短い火力発電所を新設。ついで1916年5月には、八尾津発電所の放水落差を活用する、放水口発電所を建設している。 同年2月、臨時建設部を拡充して、水力開発に着手し、1918年4月、矢作川に特管工事で串原狩り発電所を完成させ、木曽川では、八落発電所よりも大きな静波波発電所を着工した。業績について見ると、大戦勃発以降は供給拡大によって大幅な増収が続き、設備投資も後継期を背景に、 借入金ではなく株式払い込み金の徴収によって可能となったため経営状態は改善に向かった。大戦前、配当補充金がつきた1913年下期に配当率を年率9%から7.6%に引き下げていたが、1914年以降増配となり、1918年には年率12%の配当に服した。 1918年9月8日、名古屋電灯は、基礎川の水利圏、建設中の静波発電所、矢作川の串原仮発電所、それに準備中の電気製鉄事業に関する資産を現物出資し、基礎電気製鉄株式会社を設立した。新会社の社長は、福沢桃介が兼任。資本金は1700万円であり、 名古屋伝統はこの時資本金千6 0 0万円であったから母体となった名古屋伝統よりも大きな会社であった。同社の新設で臨時建設部が独立した形となり、以降基礎電気製鉄が一切の電源開発を担い、名古屋伝統は同社より電力の卸売を受けて配電事業に専念する体制となった。なお長良川、 ヤオつ両発電所も新会社に引き継がせる案があったが、名古屋電灯の供給責任上を実行されていない。基礎電気製鉄は、その後、基礎電気工業と解消した、直後の1919 19年11月、京阪電気鉄道関係者との共同出資により、大阪送電株式会社を設立し、関西地方への送電を構想する。この大阪送電と基礎電気工業、それに、 山本城太郎率いる日本水力の三社が1921年2月に合併し、大道電力株式会社が発足している。寒川常里第一次世界大戦による大戦景気を背景に、福沢は余剰電力を利用した工業の企業を計画し、名古屋伝統顧問となっていた技士寒川常里に、その調査を命じた。これに対して寒川が、 フェロアロイや特殊工などを製造する電気製工を提案したことから名古屋電灯では同事業へ進出することとなった。まず1915年2月より厚田発電所の一角において実用化に向けた試験を開始。同年10月には社内に製工部を新設し試験結果を受けて工場を着工した。1916年8月19日。 工場の創業開始とともに、名古屋伝統は、成功部を独立させ資本金50万円の株式会社電気成功所を設立する。創業開始が、対戦中の鉄鋼価格高騰期に重なったため、開業早々年率10%の配当をなすなど、電気成功所の業績は、当初から順調であった。このような電気成功所の好調を受けて、 名古屋伝統では1917年6月社内に製鉄部を設置し、電気で製鉄を生産するという電気製鉄の研究に着手する。工場は名古屋市内に建設され、この製鉄部と先日の臨時建設部を合わせて独立させた基礎電気製鉄の設立とともに創業を開始した。こうして製鉄の生産を始めたものの、 技術的な問題が発生したため、間もなく生産は中止されている。そのため、基礎側の推理権を確保するための看板として、注目を集めていた新事業電気製鉄が利用されただけとも言われる。その後製鉄部は、先鉄製造から中高の製造へと転換した。基礎電気製鉄は、その後大同電力となったが、電気事業に対して、副業となった。 製鉄部門は1921年11月に同社から分離され、大道成功となった。翌1922年7月、大道成功が電気成功所より、鉄工部門を現物出資の形で引き受け、名古屋伝統を母体とする、鉄工メーカーは大道成功を改め、大道電気成功所に一元化された。この大道電気成功所は、 後の大道成功で、現在の大道徳志工の前身にあたる。一方、鉄鋼部門を分離した電気成功所は、長野県基礎地域を供給区域とする基礎川電力として1942年まで存続した。基礎電気製鉄設立後、1920年から翌1921年8月までの短期間に、名古屋伝統は6社の事業者、すなわち、 一宮電気、岐阜電気、豊橋電気、板取川電機、沖田電気、美の電化肥料を相次いで合併した。名古屋電灯では合併に先立つ1919 19年10月2700万円の増資を決議しており、これも加えて一連の合併後の資本金は4848 48万7250円に拡大している。豊橋電気。 板取川電機などとの合併がまだ手続き中の段階にあった1921年3月31日、名古屋電灯は関西水力電機との間に合併仮契約を締結した。この合併はこれまでのものとは異なり、名古屋電灯を非合併会社、相手側を存続会社とするものであり、合併に伴って名古屋電灯は解散することとなった。契約締結後、 1921年4月28日、名古屋伝統の株主総会にて、翌29日関西水力電機の株主総会にて、それぞれ合併が決議される。同年9月14日には、低新商からの合併認可も下りた。そして同年10月18日、関西水力電機にて、合併報告総会が開催されて合併が完了。同日をもって、名古屋伝統は解散した。 またこの総会にて、関西水力電機は、関西電気株式会社へと解消している。こうして、名古屋電灯は消滅したが、この合併では、形式上は、関西水力電機を、存続会社とするものの実質的には、規模の大きい名古屋電灯による、関西水力電機の吸収であり、その詳細に、本店は、奈良市から、名古屋市に変更され、経営陣も、社長、 福沢桃介、副社長、下出民美義、常務、神谷拓夫、角田正隆など、名古屋伝統側の役員が入ったのに対し、関西水力電機から選任されたのは、常務の加納吉部へのみであった。大北虎之助関西電機が合併路線を取っていた1920年前後の時期は、名古屋市会を舞台に会社を巻き込む清掃が発生していた。その発端は、 名古屋伝統と名古屋市の間に締結されていた報奨契約であった。福沢が名古屋伝統に参入するよりも前の1908年4月、当時の常務、三浦恵民は名古屋市との間に報奨契約を締結した。その主たる内容はというものであった。1920年になって名古屋伝統は会社にとって不利なこの報奨契約の破棄ないし改定を目指して、 運動を始めた。その契機は4月の道路法施行で、報奨契約の効力に疑義が生じたと主張していた。会社都市は、折衝を続けたが、意見は一致を見ず、1920年12月、新しい協定に向けて、手続きに支給着手するとともにその間は報奨金納付と合併承認については従来通り履行する、という旨の覚書を交わした。 この頃の名古屋市会についてみると、議会の多数派は、立憲声優会計議員であった。この声優会系の議員には、名古屋伝統副社長の下出民吉をはじめ、前社長、加藤重三郎、法律顧問青山正刈、四郎など、同社の関係者が多くいたことから、伝政派とも呼ばれていた。1921年4月、名古屋伝統は、 関西水力電機との合併について、報奨契約に基づく承認を市に対して求めた。6月になり合併承認の件が、司会に上呈されることとなったが、その当日になって、青山越志郎の緊急動議によって、佐藤幸三郎市長の公認選挙に差し替えられた。この結果、声優会計の議員で議長を務める大北、虎之助が市長に就任し、青山が公認議長となった。 名古屋伝統は報奨契約改定、破棄に向けて運動中であったため、伝政派市長の擁立は大きな社会的反響を呼んだ。合併承認の件は9月に司会で審議され、そこで非伝政派は、会社が合併を繰り返すのは、買収価格を釣り上げて私営化を断念させるため、策略であり、また先に基礎電気製鉄を独立させたのは、推理権を、 交渉契約の範囲以外に置くための措置であったなどと、電製派及び、名古屋電灯を激しく批判した。しかし、結局多数を占める電製派の意見が通って、委員会不区となり、委員会の結果報奨契約を、関西水力電機に継承させるなどの条件付けでの合併承認が決まった。10月の市会議員選挙では電製派の市政運営に対する市民の批判が高まり、 秘伝聖派が多くの支持を集めた。秘伝聖派の演説会に参加した市民が、その終了後に、名古屋伝統の施設や大北の邸宅、声優会系の市街地新聞社を包囲、襲撃するという事件も発生したという。この選挙の結果は、加藤茂三郎が落選するなど声優会系の敗退、県政会系の勝利であった。11月には、 大北の市長不信任案が可決され、翌年、川崎拓吉に交代した。大北の大臣によって、名古屋伝統の報奨契約改定、破棄運動も失敗に終わった。伊丹八太郎松永安左衛門司会における、清掃以外にも、この時期の名古屋伝統を取り巻く内外の環境は、悪化していた。事業についてみると、関西電機が発足する頃になると、名古屋では、 市街地の膨張に対して供給施設が追いついておらず、供給力不足や総変電、配電設備の不備から停電が頻発しており、地元の不満が高まっていた。また経理面では事業資金調達の必要性から株価の上昇を狙って1921年上期の配当率を年率20%に引き上げるという後輩当策を取ったことで行き詰まりつつあった。その上、 この後輩党は1921年上期末時点で全体の6.24%の株式を持つ筆頭株主である社長の福沢自身を利するものとして非難の的にもなった。1921年12月23日、関西電気成立後最初の定時株主総会において社長の福沢桃介、副社長の下出民吉が揃って辞任し、新たに 九州伝統鉄道社長の伊丹や太郎が新社長に、同社常務の松永安左衛門が新副社長にそれぞれ就任した。伊丹は佐賀の財界人、松永は福沢の慶応義塾時代の後輩で、当時は福岡を拠点に電気事業の経営に当たっていた。経営人交代の時点で関西電機と九州伝統鉄道の合併は内定しており、25日に 両者の間で合併契約が締結された。合併条件は、存続会社の関西電機が、九州伝統鉄道の資本金と同額の5000万円を増資して、同社株主に対し持ち株一株につき新株一株を交付するというものであった。経営人交代の経緯は、福沢から引き継いだ松永の改装によると、周囲との対立で行き詰まった福沢が状況を、 打開するために、名古屋電灯を関西水力電機と合併させたが、そのようなことでは解決しないところまで事態が悪化していたため、さらなる打開策として、九州電灯鉄道と合併させて、松永をピンチヒッターとしたのだという。福沢自身は、後年、伊藤二郎左衛門など名古屋の財界人や県政界の小山商事から排斥されたことに対する、 反抗心から関西への進出を企て、基礎川開発つまり、大道電力の方に集中するために、名古屋電灯を九州電灯鉄道に合併してしまったと語っている。また、同時代の実業家、青木鎌太郎は、福沢らの大臣は、司会の声優会計議員と組んで姿勢を、廊断していると批判を受けた、電製派問題の責任を取ったことが、 有力な理由であったようだと述べている。関西電機と九州電灯鉄道の合併は、翌1922年5月31日付で、低新章から認可された。資本金は1億円超となり、供給区域は九州地方を含む12府県に及んだ。このように、関西電機は、社名の関西を超えて、営業範囲が広がったため、新社名を公募し、 同年6月26日の定時株主総会にて、社名を変更、東方電力株式会社となった。同時に、定館記載の本店を名古屋市から東京市へと変更し、本社を東京会場ビルへと移している。こうして、名古屋電灯から関西電気を経て発展した東方電力は、囲碁線前期の大手電力会社、五大電力の一角として1942年に、 解散するまで活動することとなる。1904年から関西水力電気と合併する直前の1921年上期までの期別業績の推移は以下の通り。決算期は1909年7月の定管改定までは毎年6月12月、改定後は毎年5月11月の二回である。以下、遠隔のうち供給の推移について承述する。 開業前の1889年6月に、名古屋伝統が作成した広告によると、当初の配電地域として指定されたのは、名古屋市南長島町の発電所を起点に来たは、本町、東は栄町、西は堀川を渡った先、南は大津方面の門前町、立花町までの範囲の計41町とある。同年12月15日に開業した際、 配電線の延長は 14km 余りで、需要や数は241個、電灯の点灯数は400頭余りであった。開業時、電灯の点灯時間は日没から3時間であり、3時間灯と称した。翌1890年2月には、日没から23時まで点灯する5時間灯を新設し、その後0時までの半夜灯、翌日2時までの 二次塔と徐々に供給時間を拡大していき、同年4月から終夜塔を設定している。先に触れた開業前の広告によると、供給区分は10色の白熱電球、または500色、1000色、1200色のアーク等を取り付け、点灯時間ごとに料金を徴収する定時等、使用量を電力量計で計測して、重量料金を徴収する不定時等、 大口需要に前払いを認める特約等の3種があり、その月額料金は住食白熱電球による低額等の場合半夜等1円20銭二次等1円40銭、週夜等1円80銭であった。開業1年後の1890年11月より、陸軍第3師団の市内各隊へ伝統供給を開始した。続いて、官長、銀行、 会社などへ供給を開始すると、これが一般民家の需要も喚起して、同年末時点の白熱等数は1,157等と、開業1年間で3倍近い規模となった。1891年1月、帝国議会仮議事堂火災が発生する。その原因が漏電によるものと伝えられたため、名古屋伝統でも、伝統の取り消しが相次いで需要の伸びは一旦停滞した。 その対策として2月に観光旅や需要化を招待して安全性をアピールする実地実験を実施している。続いて10月28日には農美地震が発生。名古屋伝統も被災して12月28日まで送電停止を余儀なくされた。しかしこの震災は伝統の安全性を市民に周知させる好機となった。それに加えて 震災を機に工業上での石油ランプの使用が制限されたため、震災後は伝統の需要が急増した。さらに、翌1892年3月にオース大火が発生し、その後も大小の火災が続いた際に出火原因が石油ランプやろうそくであると伝えられたために、伝統の需要増加に拍車がかかった。需要増加の結果、1893年2月に、 名古屋伝統は初めての発電所増設を行っている。また1893年11月には電灯規則を制定し、1894年1月1日より実施した。規則に定められた白熱電球の食工数は5食、10食、16食、25食、32食、50食、100食の7種で供給料金の一例として、 定時等のうち重職衆野党を挙げると、月額1円12銭であった。1894年11月に、同じ名古屋市内で、愛知電灯が開業したため、名古屋電灯では対抗上、翌1895年1月より、電灯料金を値下げした。値下げの結果さらなる需要を喚起したために、同年12月第二次の発電所増設に、踏み切っている。しかしこの競争は、 日清戦争戦中、戦後の燃料石炭価格高騰と重なったため、1896年5月に、愛知電灯との合併が成立した後、1896年12月に、開業以来初めてとなる料金の値上げを行った。以降も1897年3月、翌1898年3月と料金を値上げた。値上げ後の電灯料金は住職衆野党の、 倍月額1円28銭である。開業10周年を迎えた1899年の取り付け電灯数は8854灯であった。1901年7月、交流高圧送電方式を採用する過去調発電所が完成した。翌1902年の下請けより、名古屋電灯では電動機利用のための電力供給を開始する。当初の需要は、 電動機一台のみで、しかも夜間送電のみであったが、その後実路戦争勃発に伴う軍需品製造などで需要は徐々に増加し、1904年10月には昼間の送電も始まった。1904年6月制定の電力供給規則によると、電力料金は使用時間にかかわらず一定額を徴収する定額制が取られており、一馬力電動機の場合は、 月額12円であった。1904年1月、瀬戸町に供給していた三河電力、後の東海電機が名古屋市内でも電気の供給を開始した。同社の進出は1906年3月になって特に激しくなり、市内における名古屋電灯の未開業地域に電線を延長すると、ともに名古屋電灯機械業地域では道路外の耳打ちに電柱を建設し電線を 仮設して供給地域の拡張を図った。同社の市内における伝統供給数は1906年末時点で465個1877等に及んだが急速に拡大した要因は水力発電による低廉な料金であった。名古屋伝統は1906年2月に伝統料金の値下げを実施し、住職衆野党では月額85銭としていたが、 東海電機ではこれを月額65銭で供給していたのである。その対抗上、名古屋電灯でも東海電機が配電する地域では、同社の料金水準に割引して供給せざるを得なくなった。1906年は日露戦争後の公共に、灯油価格の高騰、電灯料金の値下げが重なり、東海電機の参入にもかかわらず、供給成績が大きく伸長した年であった。 年間の増加数は、電灯1万度余り、電力供給309馬力であり、前年末に比して電灯は1.5倍、電力は2倍の増加となった。前年上期に登場した電気扇風機も66台を数えた。なお2月の料金改定は、料金の大幅値下げと終野等以外の供給種別整理を伴うものである。需要急増の一方、 供給力の拡充が追いつかなくなったため11月から、過去町発電所の増設が完成する12月末まで、電灯、電力供給の新規受付を一切遮絶せざるを得なくなった。翌1907年7月、東海電機の合併が成立し、名古屋電灯は、瀬戸町などを供給区域に追加している。東海電機から引き継いだ、電灯数は3388頭。 電力供給馬力数は178馬力である。開業20周年を迎えた1909年11月末時点の取り付け電灯数は54,937頭であり、開業時に比して100倍以上、10年前と比べても6倍強に増加していた。また電力供給は1,145馬力であった。 第10回関西府県連合共振会の様子1910年の3月16日から6月13日にかけて名古屋市鶴舞公園にて愛知県主催の第10回関西府県連合共振会が開催された90日間で263万人の入場者を集めたこの共振会の開催に際し名古屋伝統は会場内外の伝統設備の設置を請け負い 長良川発電所の完成を開会に間に合わせて、会場内外に電灯25,834灯、イルミネーション33,569個を点灯させた。加えて、会場内の機械館に長良川発電所の立体模型や電灯、小型モーター、電熱機、扇風機などを出展し、電気に関する知識の普及と需要喚起に努めた。閉会後は、 需要開拓を図るべく、同年8月から電気をすべて会社負担に切り替え、新たに門導の割引制度を設けた。長柄川発電所と八尾津発電所という2つの大規模水力発電所の完成により、名古屋電灯では創業以来初めて販売電力に余剰が生じた。このことから1910年代以降は余剰電力の消化を目的に大口の電力供給に注力し、 工場、電気鉄道、他の電気供給事業者など新規需要を開拓、電気の供給地域を名古屋市とその周辺のみならず、愛知県外にも拡大していく。大口電力需要家は、長良川発電所建設以前には、瀬戸電気鉄道ほか数社と少数であったが、1911年に、愛知織物、帝国年始、名古屋電気鉄道へと供給を開始。 その後も愛知電気鉄道、尾張電気軌道、市宮電気、沖田電気、稲沢電気、岐阜電気、下ガス、日英水電、日本車両製造、三重宝石ハンダ工場といった大口需要会の供給を開始した。小口供給についても電力料金が引き下げられ、1割期の場合従来、月額12円だったものが1911年6月より10円75銭と、 なった。電力供給実績は1913年上期に1万馬力を超え、1914年下期末時点では1万3789馬力に達した。一方電灯供給については、1911年下期に10万頭を超えた。しかしその裏側では、名古屋ガスが供給するガス灯の普及が著しく、同じ時点では4万頭近くに達していた。以後、 1914年に倍増となる8万頭を超えるまでガス島は勢力拡大を続けていく。これに対し名古屋電灯ではガス島との対抗上1912年1月に電灯料金を引き下げ2月には電灯勧誘規定を制定して外交員を置き電灯販売に努めた。ハンド拡張の結果1912年には1年間で4万頭の 増刀を達成している。ただし福沢桃介が経営を握って支配人、角田正隆による業務改革が始まると、電球を撤去済みでも取り付け等数に含めていたという計算方法が改められて1913年2月末に16,138等が伝統数から差し引かれた。その後も、半度拡張策は継続され、 同年9月25日からは1ヶ月間にわたり、創立25周年記念のキャンペーンが行われた。増設希望者に、福筆期限を配る、支配人以下全職員に、責任等数を割り当てて、勧誘に当たらせるなどの活動の結果、1ヶ月で12,941等の増等を見た。大口電力供給のみならず一般供給においても、供給区域の拡大が見られた。 名古屋市の西側では、1912年11月より、愛知軍下野一式村及び海部軍下庭町への送電を開始。北部では、翌1913年10月より、西葛海軍小牧町での供給も始めた。こうして、電灯、電力ともに、軍部での利用も増加していくが、供給成績の伸びは名古屋市内の方が大きい。 九百十四年末時点における伝統数は計十八万八千九百五十等であった。また伝統供給については、九百十三年、紙機から従来の炭素線電球に比べ消費電力が三分の一前後と小さいタングステン電球の採用が始まった。高速光の電球から順次切り替えが進められ、九百十六年下期末の段階では、 炭素線電球のまま残るのは5色以下の電球の半数となった。1914年に第一次世界大戦が勃発すると電力需要はさらに増加し、特に大戦中の後期から戦後にかけては著しい増加を示した。この時期には中京地方の主要産業である宝石業において石炭価格の高騰や大戦景気に押された。 事業拡大に伴い動力を蒸気機関から電動機に転換する動きが広がった。1915年から1920年にかけて名古屋電灯ではトヨタ自動防食、近藤防石、菊井防石、東京モスリン、名古屋工場、大日本防石一致の宮工場などと大口供給契約を新たに締結。すでにハンダ工場に供給済みである。 東洋宝石についても、三重県の富田工場、四日市工場が供給先に加えられた。社長の福沢桃介が創立に関わった企業が、需要化に加わった点も特徴である。1916年8月に発足した電気製工所のほか、ソーダ会社の東海ソーダ、セメント製造の名古屋セメント、人造黒園電極製造の東海電極製造が、これにあたる。 また、名古屋電灯から電力を供給する電気事業者も増加しており、1915年以降は、津島の美州電気、三重県の北勢電気が加わっている。電力供給実績は1917年に2万馬力を超え、1919年11月末時点では3万6403馬力を数える。また、同年度より、 電力量収入が電灯量収入を上回るようになった。電灯供給も大戦後期から戦後にかけての時期に大きく拡大し、1916年上期に20万頭を突破、1919年には1年で5万頭の増加を示して、同年11月末時点での電灯数は33万4076頭に達した。この官料金の値下げも相次いだ。 1914年9月に発生した名古屋電気鉄道に対する電車焼き打ち事件が示すように電車賃や電気料金は常に値下げの圧力にさらされており名古屋電灯では1914年2月1916年2月1917年2月の3回にわたって電灯料金電力料金を引き下げた1917年2月の改定では 定額灯は8食灯、月額50銭16食灯65銭24、食灯80銭、重量灯は 1kW 時あたり14から6銭、などと伝統料金が定められ、以後東方電力時代の初期までその料金制度が維持された。伝統供給では、値下げのたびに、需要家に対する勧誘活動が繰り返された。 中でも1916年2月の料金値下げを機に、実施されたより明るい電灯への切り替えの勧誘は、大規模なもので、料金改定前の1月中旬により、広告をしない全域に配布する、自社電柱に広告を重布する、理髪店、銭湯などしない要所に、営利のビラを掲示する、本社のショーウィンドウに電飾を施す、社員、勧誘員、 集金人を総動員し個別訪問を行うといった活動を展開、1月の1ヶ月間だけで20万食の増食を達成した。翌1917年2月の料金値下げに、再しても勧誘活動が行われ、この改定で10食等を廃止したものの、その需要化がほとんど8食等ではなく16食等に移行するという成果を上げた。 電熱供給という分野も出現した。名古屋電灯での採用事例として、国内製品の普及で電熱機が廉価となったのを受けて1916年11月新流町の料理店発送閣に取り付けた10台の電気七チリンがある。電熱で調理された電気スキー焼きは客に好評であったという。九百二十年代に入ると名古屋電灯は合併路線を取り、 1921年上期までに、市宮電機、岐阜電機、豊橋電機の3社を合併した。合併に伴う供給増加は、市宮電機分が、電灯39,285灯、電力1,392馬力、岐阜電機分が、電灯11,8110灯、電力7,238馬力、豊橋電機分が、 電灯68,311棟、電力1,712馬力。合併による増加もあり、1921年5月末時点での名古屋電灯の供給成績は、電灯66,488棟、電力6,204馬力に達した。その後、名古屋電灯は、板取川電機、沖田電機を合併し、10月関西水力電機に合併された。 名古屋電灯、関西水力電機の合併で、関西電機が発足した際、新会社の電灯数は、旧名古屋電灯区域の87万4429棟と、旧関西水力電機の10万7990棟を、合わせて98万2419棟となり、電力供給は6万6285.5馬力と2237馬力を、 合わせて68,522.5馬力となった。1904年から関西水力電気と合併する直前の1921年上期までの規別業績の推移は以下の通り、決算期は毎年5月11月の2回で供給実績の数値は各期末のものである。また、伝統数は1912年までは取り付等数により計算したものだが、 1913年以降は実際の点灯数に基づく。1919年岐阜電機や豊橋電機を合併する前にあたる1919 19年12月末時点における名古屋電灯の供給区域は以下の通り、突起のない限り電灯、電力供給区域である。百二十一年名古屋電灯時代の末期、百二十一年六月末時点の電灯、 電力供給区域は以下の通り、この時点では合併していない大北電機、板取川電機の供給区域も合わせて記す。これらの地域は東方電力の後1942年の廃電統制に伴って中部廃電の供給区域とされ、さらに第二次世界大戦後の1951年からは中部電力の供給区域になっている。以下、 遠隔の内電源の推移について承述する。名古屋電灯最初の発電所は火力発電所の第一発電所である。愛知電灯を合併して同社の発電所を引き継ぐまでは社内唯一の電源で、その当時は電灯中央局と称した。場所は名古屋市南長島町、入江町で、跡地には中部電力の電気分化会館が立つ。 1889年12月に開業した時点での伝統中央局の設備は、米国製ボイラー3台、米国製蒸気機関2台、ドイツアイグ製エジソン型直流発電機4台であり、直流 250V にて配電した。開業以来の需要増加に対応するため、1893年2月、京都伝統から譲り受けた設備意識を増設。さらに、 翌1894年7月、ボイラー、蒸気機関各1台とアイグ製2 5ット発電機2台を増設し、1895年12月には、再び同様の設備を増設している。こうして第一発電所は、最大で、出力2 5 0ットの発電所となったが、後日の過去調発電所において1904年6月に、 第2期工事が完成すると発電を休止した。その後は予備発電所として残され、一部が試験室として用いられたが、1911年9月27日に試験室の失火が原因で全焼した。1896年5月に愛知電灯の合併によって継承した同社の火力発電所を名古屋電灯では第2発電所と称した。所在地は、 名古屋市下広井町3丁目。第二発電所の設備は、ボイラー2台、蒸気機関4台、エジソン式直流発電機 30kW25、kW 各2台、ホプキンソン型600から800等用、交流発電機1台であった。特筆すべきは交流発電機の存在で、直流発電機しか導入していなかった、名古屋電灯では小規模ながら、初めての交流発電機となった。 この交流発電機を用いて、名古屋電灯では、厚田町方面への長距離送電を試行し、試験結果を受け直流送電の全廃を決定して、過去町発電所の建設に取り掛かった。1901年7月、同発電所の運転開始とともに、第二発電所は廃止された。交流、高圧送電の採用を目的に建設された。 火力発電所が第3発電所で名古屋市加古町3丁目にて1900年6月に着工、翌年1901年7月22日より運転を開始した。その後1904年6月4日に第2期工事、同年12月27日に第3期工事、1906年12月27日に第4期工事がそれぞれ終了して運転を開始している。 この間の1904年7月、第3発電所から、過去町発電所へと改称した。第1期、第2期工事の際の発電機は、米国ゼネラルエレクトリック製3 0 0ット、交流発電機、第3期、第4期工事の際の増設発電機は、米国 GE 製5 0 0ットターピン発電機であり、発電所出力は、最終的に1 6 0 0ットとなった。 発電機の発生電力は4台とも同じで2章、交流、電圧 2300V、周波数 60Hz。長良川発電所の運転開始に伴い1910年6月14日より運転を休止した。このため臨時的に過去長発電所から送電する、以外は、名古屋電灯の電源はすべて水力発電となったが、 その後、活水時その他の予備発電所とすることが決まり、1913年5月に発電機が参照交流発電機に改造された。しかし旧式化して、石炭費が高く月用水供給も不十分な点があるため、厚田発電所拡張に合わせて撤去が決まり、名古屋伝統は1917年12月22日に廃止許可を得て、翌年3月に発電所を撤去した。 名古屋伝統最初の水力発電所は、小原発電所と言い,い、元は東海電機が建設したものである。矢作川の支流田代川を利用する発電所で、1901年3月着工、1902年7月に、竣工、9月より瀬戸町への送電を始めた。所在地は、愛知県西鴨郡小原村、大浅川市も。発電所出力は200キロワットで、 設備は、ペルトン水車会社製、ペルトン水車、名電車製1 0 0ット交流発電機、各2台の組み合わせであった。1914年8月より瀬戸へも、八尾発電所から送電するようになったため発電を、休止。その後の需要増加で一時再稼働するも1917年上期には、発電を再停止し、そのまま 19, 19年12月に6万9千円で、 岡崎電灯へ売却された。現、中部電力川下発電所。小原発電所に続く、水力発電所であるともえ川発電所は、東海電機が着工して、名古屋電灯が工事を引き継いだもので、1908年2月11日に、運転を開始した。矢作川の支流ともえ川を利用する、発電所で、所在地は、愛知県東鴨郡森岡村大和座途中。 発電所出力は7 5 0ット設備はエッシャーウィス製、フランシス水車と芝浦製作所製7 5 0ット参照交流発電機各1台の組み合わせで1 1ルトへの小圧用変圧器も設置する。発生電力ははじめ愛知郡千草町の千草変電所へと送電したが、1913年12月1日より出力全部を 日英水田へと供給するようになった。その後関西電気成立時点では、途中で、厚田発電所と連絡しつつ22、KV 送電線にて、下半島方面へと送電していた。長良川発電所前に保存されている、名古屋電灯時代からの水車、発電機大型水力発電所の内名古屋電灯が、着工し完成させたのが、長良川発電所である。 長良川を利用する発電所で所在地は岐阜県無事群津原村立下。発電所出力は4 2 0 0ット。設備はホイット製フランシス水車とシーメンシ製2 5 0 0ット3小交流発電機各2台の組み合わせで 33KV への小圧用変圧器も備える。1910年3月15日水車発電機 各2台の竣工に伴って発電所は運転を開始した。さらに、同年4月27日に3号機も竣工して、水車、発電機は3台となり、3台中1台を予備として運用する体制となったが、2号機は1918年2月になって取り外され、矢作川の臨時建設部櫛原仮発電所へと転用された。 長良川発電所からの送電を受ける名古屋方面の変電所は小玉変電所といい愛知県西かす郡い近所村大和小玉に発電所と共に設置された長良川発電所から小玉変電所までは 33KV 送電線にて送電されたほか関西電気成立時点ではこの長良川送電線から分岐して岐阜へ至る 33KV 線と小木 一宮へ至る 33KV 線が存在していた。旧八尾発電所建屋大型水力発電所の、うち名古屋電灯ではなく、名古屋電力が着工したのが、八尾発電所である。木曽川を利用する発電所で、所在地は、岐阜県鴨郡八尾津町綿茂田。発電所名は1917年6月1日に、解消するまでは、河川名を取って、 基礎川発電所と称した。発電所出力は7 5 0 0ット設備は、モルガンスミス製水車と GE 製2 5 0 0ット三小交流発電機各4台の組み合わせで、66KVA の小圧用変圧器も備える。水車、発電機2台の完成に伴い1911年12月10日より運転を開始し、残りも、 翌年7月までに完成した。八王津発電所の電力を受ける名古屋方面の変電所は、萩野変電所と南部平町変電所の2カ所で、発電所と同時に建設。八王津変電所から萩野変電所までを 66KV 送電線で、つなぎ、萩野変電所で高圧した上で、市内配電を司る南部平町変電所へ、送電した。八王津発電所は、 古い時代の設計に基づいて洪水時の水上昇に配慮し、放水口を過度に高い位置に置いたため、洪水時以外はその分の落差を利用していなかった。このため残留落差を利用した小発電所を増設することとなり、1917年5月25日に竣工させた。発電所出力は1 2 0 0ット。水車、発電機は日立製作所製で、 4台1組のフランシス水車で1台の発電機を駆動。発生電力は八尾発電所へ送られた。関西電気発足時点では八尾発電所の発生電力は 66KV 送電線にて、萩野変電所と同所から先見重県北部の富田変電所にも送電された。また長良川発電所の系統との連絡用に萩野 小玉両辺電車をつなぐ 11KV 線が存在していた。なお八尾津発電所の工事用発電所として、名古屋電力が設置した旅足川発電所があった。同発電所は1907年11月に使用認可。木曽川支流の旅足川にあり、設備としては、水車7 5ット発電規格1台があった。地元八尾津町の希望があったため、 名古屋伝統は工事終了後の1912年4月5日に、水利券も合わせて2500円で町へ売却した。八尾津町は、同発電所をもとに以後町営電気事業を経営している。老朽化した過去町発電所に代わる滑水時に備えた、予備火力発電所として新設されたのが、厚田発電所である。名古屋市南区厚田東町の土地を買収し、 1914年6月に設置認可を得て、直ちに着工、翌1915年9月25日に、竣工させた。主要設備は、バブコックウィルコックス製、ボイラー5台、GE 製、または、三菱造船所製タービン発電機からなる。運転開始当初は3000キロワット発電機1台にて、運転。その後第一次世界大戦中の需要増加に、 対処するために増設が重ねられ、1917年11月に、第2期工事として4 0 0 0ット発電機1台、1918年6月に、第3期工事として3 0 0 0ット発電機1台が、竣工し、出力1万キロワットの発電所となった。串原発電所1918年4月、名古屋伝統臨時建設部が工事を進めていた。 串原は発電所が竣工した。この発電所は、矢作川での串原発電所建設中、対戦景気による需要急増に伴い設備納入を待つ余裕がなくなったため長良川発電所の予備設備一式を転用して休設された仮設発電所である。名古屋への送電設備として、6号村に6号変電所を発電所から 6号変電所へ 77KV 送電線を仮設し、どちらも同年6月に竣工させた。同年9月、前述の通り臨時建設部は名古屋電灯から分離されて基礎電気製鉄となった。翌1919 19年7月、基礎側の静母発電所が一部竣工し、出力4 2 0 0ットで運転を始め、同年11月には、 全面竣工して出力1 2 6 0 0ットにより運転開始した。一部運転開始と同時に、さきの串原6号間 77KV 送電線の途中に接続する送電線が仮設されており、発生電力は6号変電所へと送電された。さらに1921年8月には上流側にて大久保発電所が運転を開始。同時に、 静母、六号館送電線との連絡線も設けられた。矢作川の串原発電所は1921年2月に完成しかり発電所は廃止された。本発電所建設を機に、木曽川の系統とは別経路で、名古屋方面へと輸送する送電線が整備され、古族町に水保変電所が新設されている。最後に、名古屋電灯が運転した。 発電所の内関西電機へと継承されたものを一覧表としてまとめた。表には合併した各社から引き継いだものも含まれる。これらの発電所のうち、東方電力時代に廃止されたものを除いて、第二次世界大戦中の電力国家管理機は原則中部配電に帰属したが、八尾津発電所のみ、日本発送電へ引き継がれた。さらに、戦後1951年の 電気事業再編成では、中部配電の発電所は中部電力に継承されたが、八尾津発電所は日本発送電から関西電力へと渡っている。名古屋電灯は電気供給事業以外にも電気機器の製造も手掛けていた。創業時期は不明だが、低心省の資料、電気事業要欄記載の1918年時点における電気工場一覧には名古屋電灯の名がある。 工場の所在地は、名古屋市中区下広井町3丁目62番地、生産品目は、変圧器、扇風機などであった。工作所は、関西電気成立後、東方電力と解消した1922年6月26日付で、株式会社東方電気工作所へと分離された。しかし、同社は、昭和強硬化の事業整理で1930年2月に、解散している。 1921年1月時点における本社及び営業所、出張所の所在地は以下の通り。本社は初め名古屋市南長島町にあり、第一発電所と同一敷地内にあった。その後発電の主力が過去町3丁目の過去町発電所に移ったことから、同発電所構内に本社社屋を新築し1904年7月移転する。 さらに過去町発電所が廃止されると、再び市街地へ本社を移すことになり、1911年6月、旧名古屋電力本社へかリー店の後、翌1912年5月新流町に新本社を新築した。本社本館は、木造4階建てで、過去町の旧社屋も同時に移転して、別館とし、追って南部平町の社屋も、一区の上別館とされた。 旧名古屋伝統本社は、東方電力発足により、同社名古屋支店となった。支店が、西松枝町へ移転した後、建物は1929年1月より、電気普及館として活用されたが、1945年3月の空襲で消失している。跡地は、電気文化会館の広小路通りが公開空地付近にあたる。 1887年9月に制定された原子定管では役員として株主中から社長取締役を各1名選出するとされていた。1890年11月定管の変更で社長が専務取締役に改められ監査役も新設される。1893年12月認可の定管では 取締役は持ち株20株以上の株主から5名、監査役は10株以上の株主より3名それぞれ選出し、取締役の5選を持って、専務取締役を選定するとある。その後取締役、監査役ともに定員が増加していく。まず1896年4月の愛知伝統、合併に伴い、取締役、監査役ともに2名ずつ増員される。同時に、 取締役より選任される会長の職が新設された。続く1907年6月の東海電機合併でも取締役、監査役が1名ずつ増員。この間の1907年1月より、取締役中より専務ではなく、常務取締役を最大2名選出するようになっている。1910年11月、名古屋電力の合併に伴い取締役を1名、 増員1911年4月には、取締役の5選による社長職が再設置され、再度の1名ずつの増員により定員は、取締役10名、監査役7名となった。また、1918年2月に、副社長職が新設され、同年12月からは、取締役中より、代表取締役が選任されている。 関西水力電機と名古屋電灯の合併に際し、関西水力電機側では、合併を決議した1921年4月29日の株主総会にて、当時の名古屋電灯役員全員をそのまま役員に追加した。同年10月18日、合併が成立し、関西電機が発足すると、この12名の役員は引き続き、 関西電機の役員を務めるが、うち6名は12月に辞任している。残りは翌年6月の東方電力解消後まで留任した。歴代の取締役は以下の31名である。合併後の関西電機でも引き続き取締役を務める場合は、退任年月欄に関西電機での辞任時期を記した。歴代の関西役は以下の20名である。 合併後の関西電機でも引き続き関西役を務めた場合は退任年月欄に関西電機での辞任時期を記した。ありがとうございます。